韓国スポーツクライミングの女帝キムジャインが F スクリードワールドカップ第5戦でシーズン初の金メダルを獲得した。キムジャインは1日、オーストリアで開かれた同大会決勝でスロベニアとオーストリアの選手を抑え優勝した。キムジャインは今大会の優勝で14ヶ月ぶりに頂点に立った。 またワールドカップ通算に17度目の優勝を果たし、イフスククライミングワールドカップ史上、歴代最多優勝記録を続けている。これでキムジャインは2020東京五輪への展望も明るくなった。